サンライズってことでね、東京サンライズです。はい、今日はね早いです。あ、時計、あ、こっちか。6月19日5時7分です。5時9分8分になろうとしてます。9度に来てます。天気も良くて風もなくて頑張って起きてきました。私気合です。水温は 23.2 度ぐらい、ちょっと下がりましたね。下げがまだ朝8時9時、9時ぐらいまでは効いてると思うんですが、そこまでガンガン流れてる感じではないですね。はい、最初はガチペンでいきます。もちろんさあ沖でのビッグバイトを期待してやっていこうと思います。ここはしばらく場所は動くところではないので、最初から網セッティングしちゃいます。ある程度のテンションかけておくのが僕のパターンが多いですね。こう出すときはこうやってキュッとある程度テンションかけておきます。じゃないと曲がっちゃったりするんでね。あれあれ、はい、ではガチペン160マットチャートでいきます。リーダーはね新しく巻き直したんでいい感じかと思います。お願いします。濁り方がね、こんな感じです。ちょっと薄まりましたね。かなり薄まったかな。15% から 20% ぐらい薄まりました。はい、よろしくお願いします。よいしょ。まぶしいな、やっぱり。この時間帯は。気持ちいい。朝日に向かってフルキャスト。ドラグは大丈夫。ちょっと強め。もしよく効くか。緊張の1投目出るか。七尾動画史上1投目でずれたことは確かなかったはず。1投チャレンジ、ドッポン。静かすぎますねまあ贅沢ですけど、あとは私のお腹がどんだけ耐えられるかっていうね、心配なところ。うん、アングラーさんが僕より上流側に1名いらっしゃるのがですね、1名来るときに帰っていかれたので、いや、もっと早く来てるからいらっしゃってる方がいらっしゃるんだなと思うとすごいですね。ベイトはちらちらやっぱりいるんですけどね、ボイル音みたいなのは全く聞こえないです。さあ、ちょっと眩しいね。もう一頭いってみますか。サングラスしてるんですけど、かなりね薄いサングラスなんで、この時間帯はちょっときつい。おお、びっくりした。あんな感じでね、ピチッピチッとはいるんですよね。いや、出そうだけどな。もう30分早く来なさいよ、七尾さんって感じですね。いや、うん、もう30分、最低でも30分早く来なさいよ、あなたって感じです。いやね、4時に起きてもトイレティータイムが30分は最低でも必要な人間なんで、辛いところ。一匹でも釣れればいいんですけどね。逆に荒川はすごいんでしょうね、今頃でももうずらーっと並んで。おおおお、お前なんかして、もやったぞ、もやってる、もやってる。みんなこの群れが多分ちょっとビビり散らしてる。あ、でも右奥の方行ったか。くっ、ドンポン。スーッと右奥の方行きましたね。
上流の人忘れたのかな、どうなんだろう。多分僕よりもかなり前から入ってらっしゃると思うんですけど、よいしょ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 、かなりね状況はねかなりいいと思うんですけどね。はい、ということでこのまま一回ね、今日は休みなんですけど、夕方また違う仕事があったり、昼間も動いたりするので、いつまでやれるかわからないんですけど、一回もしかしたら戻って仮眠を取るかもしれないっていうぐらいね、早く起きちゃったんですが、なんとかトップウォーターでドバンと気持ちいいのを出せるように頑張りたいと思います。はい、では失礼いたします。ご視聴ありがとうございます。この後も続けるように頑張ります。